皆さんが一斉に中央の大きな門に集まりますと、転倒などの事故につながる恐れがあります。左右の顧問からも通ることができますので、そちらもご利用ください。新年明けましておめでとうございます。平山茂でございます。今年も皆様どうぞよろしくお願いいたします。さあ今日は2022年1月1日でございます、ね、現在時刻はお昼を回って12時じゃない1時9分。現在私は東京渋谷におります、今先ほどですね明治神宮で、初詣をさせていただきまして、これから先輩と、ちょっとね神奈川横浜の方にあるねちょっとねお昼ご飯屋さん、ご飯屋さん、ありがとうございます。さあというわけで綱島にある香港料理のお店にね向かおうかななんて思っておりますよ。さあ今年も楽しくいきましょう。大丈夫ですからね、大丈夫ですから、まあ、とりあえずもう246で大丈夫ですかね。そうですね、戻る必要ないですもんね。さあ大丈夫ですからね、大丈夫だ。強い気持ちで言うならば大丈夫だぞ、大丈夫だからな。言ってみたかった、ちょっと強い口調で言ってみたかった。分かってくれない人もいるからな、大丈夫っていうことに。大丈夫だからな、大丈夫なんだぞな、大丈夫だからな、絶対大丈夫だからな、大丈夫だから任せとけな。言いたかったんだ、強い口調で。2022年1月1日だから強い口調で言っちゃう。大丈夫だ、大丈夫だ、君は大丈夫だぞ。よし、またお会いしましょう。